アリーナは、ロシアの機械製作設計局によって開発された、アクティブ防護システムである。用途は、携帯戦車兵器、対戦車誘導ミサイル、トップアタック弾頭を備えた、ミサイルなどによって、走行戦闘車両が破壊されるのを防ぐことである。本装置は飛来する弾頭の検知にドップラーレーダーを、用いる。検知した際には防御ロケットが打ち出され。 車両本体に向かってくる飛翔体の付近で炸裂し、車体に直撃を被る前に破壊する。アリーナは1970年代後期にソ連が開発したアクティブ防護システムドロースとの後継である。アフガニスタン紛争中、ドロースとは少数が T-55 戦車に搭載された。このシステムは車両の生産率を改善し、 80%にまで高めた。ドローストは1980年代後期、電磁ジ,ジャマーを用いて敵の対戦車ミサイルやロケットを混乱させる首都らに代替された。1994年後期、ロシア陸軍はチェチェンに多数の装甲戦闘車両を投入。ここでは車両が奇襲を受け、重大な損害を負った。チェチェン側の RPG が示した。 ロシアの戦闘車両に対する有効性は、コロムナ機械製作設計局を刺激し、1990年代初期、中期にかけて、アリーナアクティブ防護システムが考案された。さらに、アリーナ E という輸出型も開発された。本装置は T-80 m -1 に搭載されて試験を受け、1987年にはオムスクでデモンストレーションを行った。また、 韓国の K2 主力戦車への採用も検討された。ソビエト連邦は1977年から1982年にかけてドローストと呼ばれる最初のアクティブ防護システムを開発した。この対戦車兵器に対抗し防御するためのシステムは受動的な装備や爆発反応装甲の代替として設計された。 システム開発の大部分は新型の成型作薬弾頭を念頭に置いて行われた。ドロースとは攻撃を受けた車両の走行へ弾頭が直撃する以前にこれを破壊するよう設計されている。この装置は3つの主要な部品から構成される。砲塔側面に1機ずつ配された発射機、砲塔後面には補助電源装置が据えられている。 発射機は2ト、mm、ル波長のレーダー装置で制御される。本装置では重量1 9ラム長さ1 0 7ト、mm、ルの円錐状をした破片弾頭を用いる。ドローストは垂直面では、行角マイナス6度から20度、また、水平面では40から60度の範囲で戦車を防御できる。また、アフガニスタンでの試験報告によれば生産率が80%に、 高められたという。レーダーは十分に脅威を探知するようには使えなかった。また、ドローストがロケットを打ち出した時には受け入れられない高いレベルの副次的な損害を引き起こした。約250機のドローストシステムが生産され、全てがソ連海軍不評部隊に所属する T-55 に搭載された。 ロシアの T-80U 戦車1980年代後半、ソ連陸軍はシュトーラ -1 電子工学、ジャマーの開発を始めた。1989年、この装置は当初 T-80U に装備され、後には T-72B に展示搭載された。これは T-72BM と解消され、後に T-90 へと変化した。 シュトーラマイナス -1 は1キロワットの赤外線、放射装置を使用し、飛来する対戦車ミサイルを妨害するよう設計されている。1995年、この装置は、ウクライナの T-84 に搭載された。シュトーラマイナス -1 システムの構成部品は、赤外線放射装置接続機器、ジャマーの構成品、モジュレーター及び操作パネル、円幕を展開できる、 数個の前方発射式敵弾発射機、レーザー警戒システム及び主要操作パネルである。首都らは、行角マイナス5度から25度、水平面では360度全周防御が可能である。このシステムは、レーザー警戒装置が戦車長に警報を発し、彼が警告に応えて操作パネル上のボタンを押すと、砲塔が自動的に脅威のある方向へ旋回する、要作動する。 石弾発射機は、車両にロックオンしたミサイルの性能を落とすために、円膜を張る。また、ジャマーは車両へ向かうミサイルの赤外線シーカーを妨害するよう設計されている。製造側によれば、首都らは、M47 ドラゴンのような対戦車ミサイルに直撃される可能性を減らし、その率は4内し5対1であるとしている。第1次チェチェン紛争中、ロシアは、 多数の犠牲を出したことに触発され、新型のアクティブ防護システムの開発が検討された。グロズヌイの戦いの間、例としてはチェチェン反乱部隊から受けたロシア陸軍の損失は、走行戦闘車両が200から300両とされている。破壊された車両には、T-72 や T-80 のような主力戦車、また、BMP-2 のような軽走行車両が含まれる。 チェチェンに投入された戦車の大半が時間と資金の欠乏という理由から爆発反応装甲を装備しなかった一方、少数の車両は反応を起こすための策略を抜いたリアクティブアーマーを装備していた。ロシア連邦軍の装甲部隊にとっていくつかの最高度に危険な脅威の一種として黒ずぬいのビルディング群から打ち出される RPG があった。このような脆弱性の結果、 コロムナ設計局では、この種の脅威に対して、もっと信頼できる防護を、ロシア機構部隊に与えることを目標とし、アリーナアクティブ防護システムを開発した。アリーナのシステムは主に RPG や対戦車ミサイル、あるいはもっと長射程の新しい対戦車ミサイルのような脅威に対抗するよう設計された。アクティブ防護システムは、不評の傾向するロケット発射機と、 ヘリコプターから放たれるミサイルの両方に対応して防御できる。これらは車両を直撃するか、トップアタックのためにもっと上空を飛翔する。現代の RPG は、ほぼ1メートルほどの後半走行を貫通でき、非対称戦争という状況下では、戦車の運用にとって深刻な脅威になるという難問を提出している。この結果、戦車の防護能力向上の要求によって、 走行圧と重量が増加されるか、もしくは代替として、アリーナのようなアクティブ防護システムが使用される。本装置は、RPG-7 のような対戦車兵器に対抗するため設計された本装置は、戦車長によって、オンオフ切り替え可能な多機能、ドップラーレーダーを採用している。デジタルコンピューターはレーダーからの入力と連動し、脅威について、 戦車の周りを円弧上に捜索する。また、戦車に装備された26個の速応を投射体のうち、飛来する脅威の迎撃のために、どれを打ち出すか評価する。脅威の迎撃のために投射体の使用を選んだ際、弾道コンピューターがレーダーで処理されている情報、例えば飛行のパラメーターや速度を用いる。コンピューターの反応時間は0.05秒かかり、 戦車の外周を300度以上の円弧状にわたって防御するが、これは装置の背後以外のすべての場所に及んでいる。システムは防護車両から50メートル以内で目標と交戦でき、また弾薬は脅威から約1.5メートル以内で炸裂する。本装置は70秒速700メートルの速さにわたって戦車に接近するどんな脅威とも交戦し、かつ 車両から離れる鳥のような飛翔物や昇降系銃弾などの偽の目標を識別できる。アリーナは昼夜ともに作動し、また電磁的な妨害機能を持たないため、部隊として複数の車両がシステムを利用可能である。2 7トのシステムは約1キロワットの電力を必要とするほか、重量は約1 1 0 0ラムである。アリーナは RPG に対する戦車の生産性を1.5から2倍ほど増強する。シュトーラはソフトキルシステムであり、ジャミングによって対戦車ミサイルの誘導システムに受動的に対抗するよう設計されていた。対照的にアリーナはドローストのようなハードキルシステムであり、防護された車両へとミサイルが到達する以前に弾薬を用いて弾頭を破壊するよう設計されている。 1995年初め、アリーナ APS は、クビンカ試験場で最初に試験された。ロシア製戦車は、対戦車誘導ミサイル及び運動エネルギー弾の防御に成功した。1997年後期には、ロシアの T-80 ウム -1 がアリーナを搭載し、オムスクでデモンストレーションを公開した。アリーナはまた、 BMP-3 近代化パッケージに搭載された。開発はクルガン機械工場ジョイントストックカンパニーである。しかしながら、このパッケージに輸出の注文が出されることはなかった。利用可能な輸出型はアリーナ E と呼ばれ、価値は30万 US ドルと見積もられる。ロシア側によれば、韓国の K2 主力戦車で使うために本装置が選ばれたものの、 韓国ではこれを承認していない。ありがとうございます。